ウェセックス伯爵夫人ソフィーはイギリスの王族。ウェセックス伯爵エドワード王子の妻。ウェセックス伯爵夫人の紋章ソフィー・ヘレン・リース・ジョーンズとしてオックスフォードで誕生した。父クリストファーはタイヤのセールスマンアイルランド系の母メアリーは秘書をしていた。メディア業界で働き、1999年にエドワード王子と結婚した。王族は ウェストミンスター寺院かセントポール寺院で挙式するのが常であるが、二人の希望を反映し、挙式はウィンザー城内にあるセントジョージズ礼拝堂で行われた。挙式当日、エリザベス二世よりエドワードは、ウェセックス伯爵及びセバーン子爵の称号を授けられた。夫妻は、の西を設けたが、夫妻の意向により、子供たちは殿下及び王女、王子を名乗らない。 2020年6月にサンデータイムズのインタビューを受けており、親しかったサセックス公爵夫妻の王室離脱について、私たちはみんな新しい家族は誰であっても手を差し伸べます。二人が幸せになることだけを祈っていますとコメントしている。自身はマスコミからの厳しい視線になれるのに5年かかったという。また、エドワード王子と5年間交際し、 婚約から結婚までの半年間はバッキンガム宮殿に住んでいたことを話している。軍務、ありがとうございます。